皆さんこんにちは。今日もお昼がやってまいりました。というわけで今日はねめっちゃいい天気なんでね、昼飲みしようかなと思ってますよ。今日はですね、久しぶりに酒豪と飲み放題シリーズやりますよ。今日の酒豪はこの方です。はい、今日の酒豪はこの方ですよ。誰やろ、男の人やなと思った。あ、しかもぴっかりで100均のサングラスかけてるっていうと、それ高いやつ？最近金持ちになったんやな。素晴らしいね。はい、今日も出ました、スキンヘッド君。今日も飲み放題頑張ってくださいよ。はい、では今日の店はこちらです。はい、和食佐藤さんです。では参りましょう。はい、ではスキンヘッド君、久しぶりの乾杯。一杯目のビールはうまいね。はい、今日の一品目はこれ、サンマの竜田揚げ。秋になるとサンマやね。早速食べていくよ、スキンヘッド君が。スキンヘッド君食べてみて。あっぱれし、美味しい。ビールに合うかな。ビール合う、そんな感じです。はい、そして秋メニューもう一品来ましたよ、サーモンのお造り。食べてみよう。いい感じの色してるね。とろけるやつやねこれね。ではこの本わさびをつけていただきますよ。とろける。うますぎて一杯目終了。はい、ではスキンヘッド君2杯目の乾杯。サンマの竜田揚げもめっちゃ上品な感じでうまいよ。そんな感じです。そのポーズはそれ開けるっていう。
はい、どうぞ。はい、2杯目終了ということで、俺は開けるよ。終了。はい、ではスキンヘッド君3杯目の乾杯。はい、ではスキンヘッド君3杯目終了の乾杯。終了。はい、では4杯目の乾杯。はい、そして次はサトチキ。サトチキちょっと値上がりした、ちっちゃなってるし値段も上がってるような気もするけど、まあ俺の気のせいかもしれないけど、ようわからんけど、とにかくまだ安くて美味しそうやね。はい、ではサトチキいただくよ。まあサトでこの値段273円やから安いよね。いただきます。はい、味は変わらず、うまいね。これはビール合う。はい、そして次はこれ、手羽先フライ。俺食べたことないから、この店で多分新メニューかな。いつ新メニューになったんやろ、ようわからんけど、とにかくスキンヘッドくん食べてみて。どう？うまい、うまい。めっちゃ香ばってるけど、どうなの？ビールに合うの？うん、それもう全部飲む宣言したね。はい、うますぎて終了。そんな感じです。スキンヘッド君ペース早いよ。ではいただくよ、俺も。俺も4杯目終了。はい、ではスキンヘッド君5杯目の乾杯。はい、では俺も手羽先フライいただくよ。結構うまそうやね。はい、うん、いい味してるタレがね。でも手羽先もうまいよ。ビールが進むか。ということで、ではスキンヘッド君5杯目開けるよ。はい、5杯目の終了の乾杯。はい、スキンヘッド君6杯目の乾杯しようか。はい、6杯目の乾杯。はい、ではラストサトチキいただくよ。うん、このスパイシー感とジューシー感が素晴らしいね。値上がりしてもやっぱり俺は好き。間違い Nothing。 はい、次はナスの浅漬け。
いただくよ。標準ではね、このナスの浅漬けはこのからしがついてるからね、からしにつけて俺はいただくよ。はい、うん、俺はからし結構好き。やっぱりうまい。はい、スキンヘッド君、はい、食べてみて。スキンヘッド君はなんか生姜と醤油、なんか店員を落としてなんか生姜持ってこさせたよね。素晴らしいね。僕は生姜好きよ。はい、どう、どんな感じ。あ、一番うまい。うまい。ビールに合うかな。俺開けたから君も開けるやろ。はい、開けました。おいしい。頭が光ってる。スキンヘッド君です。スキンヘッド君嬉しそうやね。では7杯目の乾杯。はい、そして次は野菜天ぷらの盛り合わせ。これ328円、安いよね。早速いただくよ。はい、そして俺はいつも通りオクラからいただくよ。佐藤さんがつけてくれたこの天つゆでいただきます。はい、うん、やっぱりオクラの天ぷらはもう間違いないね。これは何にも言えません。本当バイ北島康介的に何にも言えない、そんな感じです。はい、これ一味ないよね。さつまいもの天ぷらをスキンヘッド君が食べますよ、はい、なんか文句言いながら食べてるからね。いや、言うてません。はい、言うてませんよ。どうぞ食べてください。どう、どんな感じ、うん、ビールに合うかな。あ、無理。はい、おっさんがもうなぜか開ける。意味わからんけど頭光ってるけど、それはどうするわけ。ようわからんけど、そんな感じで、おっさん開けたから俺開けなあかん感じ。じゃあ開けさせていただくよ。7杯目終了。はい、では8杯目の乾杯。スキンヘッド君、ナスの漬物食べてみて。やっぱこれがやっぱ一番いいよ。めっちゃこだわってるね、うん、こだわる。その生姜醤油がうまそう、うまいの、うん、一番私は、はい、脳ガキがいいから食べてみて。うまい。ビールに合う。どんな感じ。はい、こんな感じです。8杯目終了。はい、では9杯目の乾杯。はい、次はこれ、よう分からんけど牛ステーキ。まあステーキよりかキャベツの量の方が多いね、そんな感じやね。
でもこれ希望したのはスキンヘッドくんなんで食べてみて。あの前みたいに野菜やったわ。どう？うまい。その首かしげんのやめてくれるかな。ほらこんなもんでよ、うん、営業妨害とか言われたら困るかな。どんな感じ？こんな感じです。頭光ってんの？まあまあ光ってんね。そんな感じです。はい、そして次はこれ鶏天？ふわふわ鶏天？よう分からんけど、とにかくうまそうなんでいただくよ。はい、ふわふわ鶏天、天つゆと合うからね。ではいただきます。はい、うん、うん、結構熱々。ちょっと俺口の中やけどしたかもしれない。そんな感じです。はい、では鶏手スキンヘッド君が食べるよ。はい、食べるよ食べるよ。もうこれだけでいい。ゆっくり動かしてくれるかな。はい、ゆっくりやで。はい、ゆっくり。わかってないね。とにかく食べてみて。それうまいの？ビールに合うの？どんな感じなの？早く飲んでくれよお前。前置きが長すぎて。早く飲め。どんな感じ？いや、どんな感じやねん。こんな感じです。よくわからんけど、こんなスキンヘッドくんです。はい、そして俺も開けるよ。9杯目終了。はい、スキンヘッドくん、そろそろ俺がもう年寄りなんで、この辺で最後にしとくか。はい、10杯目の乾杯。スキンヘッドくん、これ食べたらあなたの大好きなソフトクリーム注文していいからね。食べるかな？きっと食べるやろ。はい、食べる感じ。はい、食べるよ。いや、確実に食べるやろ、おっさんやのに。ソフトクリーム大好き人間。はい、どう？うまい。ビールに合うかな。そうなの？いや、待ってへんって。どうなの？どんな感じ？ビールに合う。はい、そして食べ放題もあるけど、おっさんはなんか、スキンヘッドおっさんはソフトクリーム1回が限界らしいんで、これ注文するよ。
かスキンヘッド君が持ってきたよ。もうよう分からんけど、なんか頭光ってるし、とにかく食べてみて。どう？うまいの？ビールに合うの？ビールに合うかな？ビールに微妙。ビールに微妙らしいです。なんかこのおっさん最後やのに嫌な感じのリアクションしたね。そんな感じです。はい、俺が最後に飲むよ。やっぱり和食さとの飲み放題最高やね。そんな感じです。です。はい、そして俺たちの戦果がこんな感じ。もうやばすぎるよね。でもこの親父はまだソフトクリーム食べてるからほっとこう。まあそういうことで、今日も見てくれてありがとう。コメントとグッドボタンはお願いします。それだけ言ったら今日はここまで。残念無念、また次回も見てね。よろしく。以上。